さん、こんにちは。SYK 代表の北野です。今回はですね、まぁ、ちょっとゆるくですね、ちょっと年末年始動画ということで、まぁ、今年1年のちょっとですね、まぁ、振り返りも含めつつですね、ちょっとゆるく撮っていこうと思ってるんで、まぁ、テロップとかは特にないんですけども、ノーカットで撮っていきます。で、今回ですね、まぁ、僕自身も今年1年ですね、まぁ、終わって思ったこととして、まぁ、結構、うちの会社でもですね、やっぱりうまくいったことっていうのがやっぱ結構あって、で、この動画を見てくださってる方もですね、まぁ、ただ僕が振り返りするだけだと何も学びないと思うので、まぁ、その中でも例えばその、2021年、まあ、もうすぐ年明けますけども、2021年新年をですね、どういう風な心構えで、過ごしていけばいいのかっていうね、お話もね、ちょっとさせていただけたらと思います。で、うち今期ですね、まあ、大体年商規模で3億前後ぐらいっていうところまで着地できたんですけども、まあ、当初大体うち2期目はまあ、4億、5億ぐらいを行くぞっていう感じで目指して、まあ、着地3億みたいな形で来てるんですよね。で、まあ、1期目は最初は年商創業1年目で1億数千万で、2期目で3億前後って感じなんですけども、どういう風にして、まあ、目標をね、そういってちゃんと数字を当てに行けたのかっていうところで言うと、やっぱうまくいった点としては、これ結構ポイントなんですけども、人間って多分新しい年を終えたら今年はこれを達成するって多分新年の最初に決めると思うんですよね。でもそれが多くの人は達成できない原因っていうのは結局目標をやっぱ忘れちゃうっていうのは結構根本にあるんですよね。なので、僕の場合は結構その、じゃあ今期いくら行くとかって、その年収の目標もそうだし、会社全体として目指すべき方向性だったりとか、例えば自分の各メディアですよね。僕もインスタとか YouTube もやってるんで、そのメディアでどれぐらいまで行きたいのかとか、っていうのもそうじゃないですけど、その目標っていうのを、やっぱり紙に書いて、明確にしておいて、で、まあ僕の場合だったらスマホの待ち受けにするとかね、パソコンの待ち受けにするっていう感じで結構徹底してはやってるんですけど、で、その目標をまずね、忘れてしまったら、それに対して、じゃあ、あの目標を達成するためにあれやってみたらいいんじゃないかって、アイデアも出てこないんですね。で、多くの人はこれ成功するためには結構記憶してることってのは結構重要だったりするんですけども、記憶するどころかですね、忘れてしまっては元も子もないので、まあ、基本的にはですね、これ僕月4回ね、4週あるじゃないですか。毎週ですね、週の終わりごとに1週間の振り返りをしていく。これは結構重要かなと思ってて、そうすると1ヶ月間でですね、今ちょっとね、猫ちゃんが走りかけっこしてますけども、ちょっと騒がしいですけども、毎週1回はですね、必ずその見直しをすると、月に4回目標に達成に近づくためのフィードバックが得られるわけですね。で、結局1年間で365日ですけど、その1年間で達成したい目標って結局1日1日の積み重ねなわけなんですよね。で、僕らはまあ朝起きて寝てをずっと繰り返してね、毎日毎日を過ごしてるわけなので、1日1日がぶつ切りの1日っていう風に見えるかもしれないんですけど、引き伸ばしてみたらですね、時間ってずっと続いてるわけなんですよ。で、その言ってしまえばその1秒1秒、1秒1時間とか30分1時間の積み重ねが実は1年になってるって考えたら、そういう風な視点で考えると多分、1時間とか30分とかもですね、結構自分無駄なことに時間使ってたなとかっていうのが見えてくるんですよね。で、じゃあその時間を使ってもっとね、生産性の高い仕事したらいいんじゃないかとか、できるだけ無駄な時間を過ごすんじゃなくて、まあ、1分1秒の時間にも執着をしてですね、まあ、ぜひ、じゃあその時間を使って YouTube を撮るとか、まあ、僕も本当に、会社をね、4つ回しながら、自分でも隙間時間を使って YouTube 撮ったりとか、インスタでもね、ストーリーアップしたりとか、ね、会社説明会、説明会とかセミナーやったりとかですね、まあ、ライブ配信したりとか、結構隙間時間を使ってやっぱやってるっていうのもですね、やっぱそういう風な心構えで、この2020年は、やっぱり、過ごすことができたからこそ、まあ、ある程度の成果って上げることができたんじゃないかな、っていうのもやっぱり思うので、まあ、ぜひですね、今日の動画を通じてまあお伝えしたかったこととしては、まず目標を明確にして、それを1年間ちゃんと記憶し続けることっていうのがすごい大事で、これを意識するために、まあ、待ち受けに目標するとか。で、2つ目はですね、その目標をどういうふうにしたら達成できるのかっていうのを毎週毎週ちゃんとフィードバックを自分との時間、対話で、まあ、自己対話を行うっていう時間を取ることで、まあ、1ヶ月間でいったら4回フィードバックが得られますよね。かける12ヶ月だと1年間で48回のフィードバックが得られる。そしたら、ね、多分フィードバック全くしない人よりは48回フィードバックしてる人が、それは目標達成に近づく付けよねっていう話なんですよね。で、あと最後ポイントとしては、これ僕いつも言ってると思うんですけど、100点、80点取りたかったら80点目標に勉強するなって話で、だいたい90点目指して勉強すると80点ぐらいなんですよね。で、70点目指して勉強してる子っていうのは55点とか60点ぐらいしかいかないんですよ。まあ、僕ね、昔家庭教師とか塾講師のアルバイトしてたんでわかるんですけど、本当にこれ面白くて、ビジネスでも本当にそうなんですよね。年商で1億行きたいっていう人は1億目標にしてると、だいたい6000万か7000万ぐらいしかいかないです。じゃあ1億行きたいんだったら1億5000万目標にするとかね。2億目標にするとか。だから年商でじゃあ1000万超えたいんだったら、ちょっと2000万稼ぐつもりで努力すると、まあ、着地1000万ぐらいまではいくよっていうね。これ本当に不思議なんですけど、もうゴールが高いとそこに引っ張られるっていうね、反省の法則がありますので、まあ、これもぜひね、ちょっと、今年1年間の、まあ、総括というか振り返りになるのかわからないんですけど、まあ、ちょっと思ったことなんでね、動画にまとめてみました。ということでね、また2020年、終わりますけどもね、今年1年、本当にね、僕の YouTube、登録してね、いつも見ていただいている皆様、本当にお世話になりました。ではね、また、2021年からですね、とびっきり有益なですね、マーケティングの情報っていうのをね、たくさんお届けしていきたいと思いますので、ぜひね、皆さん、新年も、よろしくお願いいたします。
ということでね、今回は以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。失礼いたします。